こんにちは、ポロです。今日ですね、マーケティングとブランディングというですね、話をしていきます。まあ、非常に似た概念なので、具体的な違いとかね、そういうふうな、どういうふうに違うのかとか、そういうこともなかなか分かりづらかったりとかってあると思うんですけど、マーケティングとブランディングの関係性ですね、どういうふうな形で成り立っているのかっていうところから、まず、考えていきたいと思います。で、一般的なですね、解釈としては、こういうふうに、例えばこれがマーケティングですね。M っていうふうにしますけど、これが全体のマーケティングだとすると、マーケティングの中にブランディングっていうものがあるっていうふうに、一般的には考えられてます。すごく大きなマーケティングっていうふうな括りがあって、その中にブランディングっていうものがあると。で、ブランディングを強化すれば、それがマーケティングにもつながるっていうふうに考えられていることが多いですね。で、確かにこれも正しくて、ブランディングを強化すると、それがマーケティングにつながったりというのはあるんですよ。だからこの考え方は全然間違ってはいないんですけど、100%こういう状況になるかっていうと、そういうわけではないんですよね。このマーケティングとブランディングがですね、お互いに喧嘩し合うことがあるんですよ。だから今までマーケティングがうまくいってた会社が、ブランディングを強化しようとすると、ブランディングが足を引っ張ってマーケティングまでうまくいかなくなるみたいなことがあるわけですね。で、さっきと違うわけですよ。さっきはブランディングを強化すればマーケティングも強化されるって感じでしたけど、こっちは、ブランディングを強化したらマーケティングがうまくいかなくなるっていうことなんですね。だから矛盾してるわけですよ。で、なんでかっていう話なんですけど、マーケティング、ブランディング、すごく乱暴なですね、言い方をすると、マーケティングっていうのはお客さんにこびることなんですね。お客さんに合わせに行くことをマーケティングというふうにね、解釈します。で、ブランディングっていうのはお客さんにこびないっていうふうになるわけですね。そのハイブランドイメージをもらいたいんですけど、例えばヴィトンとかね、フェラーリとか、あとはアップルなんかもハイブランドになると思うんですけど、そういう会社をイメージしてもらって、そういう会社がお客さんに媚びてるかっていうところをね、考えたら、そうじゃないと思うんですよね。買ってください、買ってくださいとはね、いうふうになってるか、そういうわけじゃないですよ。例えば老舗の和菓子屋さんとかもそうだと思うんですけど、一切広告宣伝してないのに、口コミだけで評判が広がっていって、お客さんがその和菓子屋さんにずっと列をなしてすごく並ぶと。そういうのってもうブランディングになってるわけですよね。何も宣伝してないのにお客さんの方から集まってきてるわけですよ。値下げしますから買ってくださいとか、そんなこと一切やってない。マーケティングっていうのは基本的に、お客さんに買ってもらうためにね、いろいろやることだから、お客さんに媚びてるわけですよ。すごく乱暴な言い方をすると。お客さんの悩みとか願望をリサーチして、どういうものを提供すれば買ってもらえるんだろうっていうふうにするのがマーケティングですよね。で、ブランディングって、例えばそのヴィトンにしろ、そのアップルにしろ、フェラーリにしろ、そうですけど、商品出したらお客さんの方が買わせてくださいってなると思うんですよ。アップルなんか分かりやすいと思うんですけど、アップルが新製品出したら、徹夜でね、並んで買いに来る人とかいるわけじゃないですか。それっていうのは結局、お客さんから買わせてくださいみたいな状態ができてるわけです。一切媚びてないですね、ハイブランドっていうのは。でも、そういうことすると、やっぱりお客さんって数は集まらないんですよ。マーケティングはやっぱりある程度お客さんに合わせて数を集めて買ってもらわないといけないから、こういう姿勢をやってると、マーケティングに、悪影響を及ぼすことがあるわけですね。だってお客さんが求めてるものじゃなくて、自分たちが作りたいものとか作って出してるわけだから、もちろんそのリサーチとかもしてるんでしょうけど、お客さんに合わせに行ってないわけだから、普通に考えてマーケティングの足を引っ張りますよね。一切その買ってください的なこともやってないわけだから。だからここがこういうふうになるわけです。マーケティングとブランディングがお互いに喧嘩し合うっていうのはそういうことなんですね。媚びないってことは、お客さんが求めているものに合わせにいかないってことだから、ここはお互いに喧嘩し合うってことですね。で、これをですね、考えたときに、もう今までの話を聞いて、なんとなくピンときたかと思うんですけど、マーケティングはですね、プロダクトインなんですね。で、ブランディングは
あ、間違えた。マーケットインですね。ごめんなさい。マーケットイン。マーケットインですね。で、こっちがプロダクトアウトになってるんです。さっきのアップルの事例とかもそうだと思うんですけど、ね、アップルが新製品出しましたよっていうことを言うだけでお客さんが集まってくるわけですね。だプロダクトアウトになってるわけです。で、こっちはお客さんが欲しいものをリサーチして、ね、自分たちが作りたいものとかを作ったら売れないっていうふうに言われるわけじゃないですか。だからお客さんに合わせた商品を作らないといけない。で、それがマーケティングになるわけですけど、要するにそういうものをリサーチしてお客さんに合わせた商品を作っていくわけだから、マーケットインになるわけですね。だからこれがこういうふうに違うわけですよ。全く逆じゃないですか。こっちは、まあ、もちろんね、リサーチとかしてお客さんが求めているものに合わせにいってる部分もあるとは思うんですけど、基本的にはそうじゃないですね。媚びてないです、全然お客さんに、うん、フェラーリにしろピトンにしろね、お客様がこういうものを求めているからとかっていうのじゃないじゃないですか。自分たちのデザインを追求してこういうデザインかっこいいからこういうデザインしようとかっていうふうになって、でそれがかっこいいみたいなふうに感じる人はそういうものを買ったりするわけですよ。だからプロダクターとなってるんですよ。こっちはそうじゃない、マーケットになってる。お客さんが求めているものを作らないと売れないから、自分たちがどういうものを作りたいかっていうことよりも市場を優先するみたいなのになってるわけですね。こういうような違いがあるわけです。だから最初に話をしたこのマーケティングとブランディングの関係、これが両輪でうまくいく場合もあるんですけど、こういうふうな形で考えていくと、なぜこのマーケティングとブランディングがお互いに喧嘩をし合うのかってことも分かると思うんですね。なんで、まあ、この特にマーケティングからブランディングに移行するときっていうのはこういうことが発生しやすくなるので、まあ、意識して注意する必要があるかなと思います。まあ、ブランディングしようと、ね、いうふうに考えている人は、この辺を、ねまあ、気をつけながらやってもらうといいかなと思います。